眩しい。おはようございます。いやマジで今寝起き30秒くらいなんですけれども、今日は、仙台に帰ります。今日は1月の5日かな、12月の24日から滞在してて10日ぐらいいたのかな。結構長い地元滞在でしたけど、今から帰ります。ですが結構ね、やっぱり長い滞在だったとだけあって部屋が荒れ果ててるので、これを片付けないといけない。なんとか大まかなところは終わりかな。今回かなり荷物多いですね。おお。すごい天気いいです。あ、美味しそう。天気いいね、ポーさん。ポーさん。今日お兄ちゃん帰っちゃうよ、ポーさん。帰っちゃうよ。早く帰ってくれって感じか。お願いします。すごく丁寧な人だった。来週取れたの、うん、よかったね。本当は明日の午前中取れたんだけど、うん、仕事だからさ。あ、こっちがダメか。明日の11時ならって言われたんだけど、仕事なんです。でも一生懸命考えてくれる人だったよ。うん、これいいよ。いっぱいで開かないんですっていう人じゃなかったよ。作っとこね。美味しいです。朝ごはんです。こんな感じ。甘納豆。いいね。お茶と合いそう。おお、すごい。すごい。奥屋の。美味しかったから買ってくる。奥屋。うん。有名なとこもある。奥屋のピース、うまそう。あ、うまっ。甘納豆めちゃくちゃ美味しいです。甘いね。うん、お茶と合うわ。来ました僕。あ、来たの。あ、びっくりしたじゃん、坊さん。地震だと思えば。僕飽きちゃったんです。地震だと思えば。たまにここ揺らしてるのね。表面張力。なんでこんな波の見れるの？面白いから。もうこのスタバの、ドリンクチケット福袋入ってたやつ2枚もらえるみたいです。どれにしようかな。あ、全部このタンブラーが映ってんだね。このタンブラーもあの実物があの福袋に入ってましたけど、多分限定だから貴重だね。うん、買えないよ、買おうと思っても、うん、これが実物。おお、いいね。この2枚にしました。イラストがめっちゃおしゃれ。6月23までってことで。おお。そんなとこにティッシュいっぱい入ってたんだ。すごいな。おお。え、くれるだけもらいたいな、そしたら。箱ごと持ってってもらってもいいぐらいだけど。3つ？どんだけあるの？すごいな。じゃあ、3パック ?4 つか。置くとこある？あ、置くとこあるけど。そしたらもう、うん、この
箱はさよならできるからでげえな。え、うん、それどんぐらい入ってたの一箱で。ティッシュケース 12 で、12×5 だから60箱、うん、すごっ。そうなんです、タイヤ買ったらもらったんです。そしたらこの箱、あ、車じゃなくてタイヤなんだ。タイヤでそんなもらえんだ。車はあれ炊飯器、すごっ。圧力なじゃあ今から家族に動画編集の仕方を教えます。ポーチャンネルの YouTube ショートのこれでね伸びるといいね。ポーチャンネルあ、入ったよ。まあ、iMovie え、入った、はい、入りました。ちょっとこういうの仕方は分からん。入ったんだけど、その Google フォトから取り込む方法っていうのがやっぱあれか、この Apple のアルバムというかメディアというかあれになっちゃうのか。あ、このメディアっていうところで、あ、これやっぱダメか、アップルのあれからになっちゃうのか。送る方法がない、こっちに入ってないから。あ、そっか。アップルのアップルフォト、何ていうの。うん。それか。それはどうすればいいんだろうな、そのアンドロイドで撮ったやつをあれするのは。エアドロップとかも使えないしね。Google フォト、Google フォトっていうのの仕組みが俺よくわかんないんだけど、使ったことないから。その Google フォトから Google フォトに上がってるやつをこっちに落とすってことはできないの？ダウンロードするっていうか。今ちょっとやってみて。あれ、なんかミルクだと思って入れたんだけどな。このドルチェグストのチョコチーノめちゃくちゃ美味しいんですよね。あ、うまっ、めちゃうまい。チョコ溶かしてコーヒー入れたみたいな感じなのかな。めちゃくちゃ美味しい。ここにアルバムで、アルバムの中からドロップボックスっていうのがあるか。待って、ちょっとこれかな。あ、なるほど。あ、ドロップボックスからこの iPad の中に保存したら、あの iMovie から開けました。なるほど。まあ一応こんな感じかな、最低限の編集は。何、分割しなきゃいけないそれ。分割しないとなんか文字入れられないんだよこのソフトは。ちょっとまだ自分でできなそう頑張ってください。まあこれで練習してまた次に来た時に教わるよ。うん。では帰りますよ、ポーさん。バイバイ。バイバイ、ポーさん。固まってます。お、全部積み込んだのね。はいよ。一応確認だけしてもらうかな。はい、あ、玄関で終わりですか。え、下まで行く、はい、忘れ物チェック。忘れ物チェックも怖いからね。大丈夫かな。ここら辺とか危ないんだよね。なんか隙間になんか落ちてたりとかしないか。うん、大丈夫そうだね。大丈夫ですかね。あとこれだけ持って、よいしょ。なかなかすごい荷物。そうだの。あ、部屋ね。よいしょ。
はい、またね。じゃあお父さんもまたねーで。続けていらっしゃる方の声も聞こえてきます。決して安全な状況とは言えません。重軽傷合わせて少なくとも460避難者についてお伝えします。石川県によりますと今日午前8時時点で、はい、スタバです。ここあれだね、あの年末にラーメン食べに来た以来かもしれない。ずっとスタバはあの高座市の方行ってたので。あ、空いてんじゃない。あ、空いてるじゃん。なんか空いてたんで久々にグッズをゆっくり見てますが、欲しいですね、こういうの。めっちゃおしゃれ、いいな。ゲットです、またほうじ茶キャラメルラテにしちゃいましたね。これ美味しくてもう3回目な飲むの。めちゃくちゃほうじ茶好きなので。あ、ピスタチオも3回飲んだかな。このね、ほうじ茶もめちゃくちゃ好きなので。では期間限定というか、ほうじ茶自体が好きだからね。ちなみにこっちが自分がベンティで、そっちがグランデです。久しぶりの飯盛山。いや全然来てないから懐かしいな。あれまさかのあそこのお店の青まんじゅうを買いに来たのに、なんとシャッターが閉まってる。マジか。うん。で、なんか全然やってなくない今日。え、まさかの全部閉まってます。そんなことある。マジで。なんとこのお店どころか、ここら辺一体全部。あ、かろうじてあそこの一個お土産屋的なのが開いてるけどやってなかった。しょうがない。いやこんなことあるの。ねえ、あれ、ここはやってんのか。あ、でも普通に人はいますね、上の方とか。6日まで休み。いや、そこの一番手前かどこだっけかな、ここら辺だったと思うけど、特に張り紙はない。あ、結構休むのかな、やっぱり正月1週間ぐらいは。あ、向かい側のお店も閉まってる。ここはだって3月までって書いてある。3月まで。ほら、ほんとだ。あ、冬やんないんだ。ああ、飯盛山残念でした。青まんじゅう楽しみにしてたけどしょうがない。え？
まあそんなこともあるでしょう。じゃあ戻ります。ここら辺来るのめちゃくちゃ久しぶりだな。ここは散歩コース見れなかったですか？ここは散歩しなかったな。あ、そうです。じゃあ次回ですね。なんかビールが来ないって知らなかったな。確かに泡まんじゅうとほうじ茶ラテ飲めたら最高だったな。だね。15分さあ爆睡してましたが、福島市です。ここで、昼ご飯食べます。全然どこ走ってるのか分かんない。ちょっと道路一本中に入って時短にしたんです。あー早いでしょ。信号機ないから。まあね、確かに。福島西インターですね。あとね、こっから乗った方が早いかどうかを考えます。注意はないよね。こいつか。おお。ここ駐車場、お兄ちゃん。町田商店。ちょっと行ってみたかったところです。どんどん来るね。町田商店っていう家系のラーメン屋さんに来ました。
俺も名前は聞いたことあったんだけど、来るのは初めてだな。あ、じゃあ、マックスラーメン、やばい、すごいうまそう。ごま油の匂いがすごいね。すごマックスラーメンの麺固め、味普通、油多めです。なんか少しパンチもあるんだけど、優しい味って感じ。甘いね、少し、結構甘め、美味しいですね。マックスラーメンにさらにニンニクと玉ねぎと、あとネギももらいました。そっちにあるすごい、いや完食です。いや、ここいいかもしれない。あの完膜って言って、あのスープを全部飲むと、なんかこう今アプリを、ここの店のアプリ入れて、なんかその完膜スタンプみたいなのを、あの10個集めるとラーメン1杯無料になるらしいです。あの店員に完膜した場合は言うと、こう店員の QR コードを読むと、こうスタンプがアプリ内に溜まってくっていう感じで、で、あのね、完膜すると、あのね、完膜コールみたいな感じで、ああやって言われるみたいです。あの完膜しましたって言われちゃいました。混んでんな、ね、なんだろう、工事かな。うーん、あ、ここだけだな。あ、本当だ、混んでることになってるな。なんだろう、また今度ですね。はい、なんだあれ、初めて見たんだけど。めっちゃ道悪いんだけど。まあ、一番上に乗せてもいいし。
ここで降りるといいんだ。ここで降りちゃうと南でしょ。うん。でここでは降りるっていうかあれだってね。そうだね。そうだそうだ。おお。あ。出ない。出ない。出ないでまっすぐ行くってこと？出ない。あ、違う高速道路なんだ。はい。へえ。あ、そうすると長町に行けんだ。海方面向かうんだから海。ちょっと初めてですね。これなんて道路なの？南部道路ってよ。南部道路、うん。初めて通りますね。仙台南部道路って書いてあります。へえ。でも仙台は相変わらずああいうお家があるんですか？そうなんです。ああいうとこに建てるんですよみんな。いやー下水どうするんですか？平坦になったね、確かに。いや、すごいな。おお。ここ降りると長町。はい。へえ。あそこの高い建物あるあたりがもう長町ですね。だからもう本当に近いんだ。すごっ。めちゃくちゃ綺麗です。おお。よいしょ。さあ、イケアです。いや、ああいうのじゃなくて、あの引き出しがついてるやつだね。今日はデスクの下の棚とあとデスクの天板を新しく新調しようと思います。せっかく車で来たのでね。そうか、クリスマスが終わってその飾りが撤去されたからだいぶ変わってるのか。ここら辺とか全部クリスマスだったもんな。だいぶ今回変わってると思うよ。だいぶ空いてるな、レストラン。だいぶ空いてます。食器を 水切りマット、これいいな。どこにあるんだろう。見つけたらちょうだい。お、食器を水切りマットだって。これ番号とか書いてない。書いてあるんだけどね。ショールーム、マーケットホール、キッチン用品のところにあるって。あ、そうだ、カートとか必要だっけ。ああ、それは1階に行ってからでいいんじゃない。そう、ぜひ見てみましょう。詳しくは店内のコアカーまで。気軽にお越しスタンドをご用意しています。また
近くにあるけど。あ、こういうのじゃない？さっき、うん、この色じゃないのがいいよな。これってマーケティングってあっちにもある？うん、ほんと。あっちの方が種類あるだろうから。了解。さあ、目的のデスクのコーナー来ました。おお。これなんだよね、目的の引き出し。へえ。下だけ。うん？下だけ。そう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 。もちろん上は。うん。それいくらなの？これは1万円ぐらいだかな。え、1万3000円じゃない？いや、これ上もついてるだろうから多分。そうか。引き出しこれ。そうだ。うん。で、天板はこれ。この色いいなと思って。この。下は？ん？いや、あの別に買う。引き出しは何色？引き出しは白。足は？足はある。あ、でもこれ乗せんのか。うん。あの表がグリーンで、このここが木目っていう、これめっちゃおしゃれだなと思って。ちょうどサイズもこれだね。あ、気に入った。カードはあなた持ってる、ね、レストラン。あ、俺カード持ってるよ。はい、空いてますね。うん、あのホットもアイスもこれになったんだよ。あ、うん。おお、ケーキとかもいいな。どうしよう。え、これにしよう。すごっ。440円だから1つあたり200円っていう。めっちゃコスパいいと思う。いいよ、それ初めて見たし。いいんじゃない。夕方の5時ただけあって、柄好きですね。とりあえずこんな感じで。なんだろう、フォークかな。フォークだけやればいいかな。何にしよう。どこにする？あそこでいいかね。あ、狭い？いや、いいよ、あそこで。窓際の方がね。うん。あ、持った。意外に重い。どうもどうもどうも。はい。おお、来ました。うまそう。いや、うまそう。おお、まずは、喉が渇いたので、なんだっけ、ラズベリーソーダで、これがケーキなんだけど、このチョコっぽいケーキと、このなんて言うんだろうな、アップルっぽいとか。アップルか、これなんかこう、なんかザクザクしてそうなケーキ、これのセット。そしてフレードチキンです。すごいアップルパイというか、この上がなんていうんだろう、このザクザクしたやつとか、なんだろう、うん、タルトではないんだけど、それに近い感じ。なんかこれやば、パンにつけるさ、チョコのやつそのまま固めたみたいな。おやば、めちゃめちゃ濃い濃厚チョコね。これちょっとコーヒー、コーヒーだわ。濃厚すぎる、濃厚すぎます。
のチョコのやつの濃厚さが本当にやばい。じゃあ最後はカフェラテで締めます。では少しゆっくりしたのでマーケットホール見ていきます。人少ないな。でも多分明日から3連休だから一気に人増えるよね。多分空いてるのは今日までです。ああ多分そうだね、この上のやつが展示品なんだな。そう、この水切り缶をこの前買おうと、クリスマスに来た時買おうと思ったんだけど間違って展示品持ってっちゃって、これがなかったのね。そうそうそう、それでわちゃわちゃして買えなかったっていうね、感じのやつ、実家に置くやつですけど、今日は買っていくっていう。スピリはそんなどれも良くないんじゃない、そういうもんだよ。ちゃんと展示品じゃないよね。展示品でも別に買えるんだけどね、本当はね。でもあのいろんな人触ったのが嫌だって言ってたから反応しなかったね。あんま気にしないけど俺は。やばい、閉店30分前のアナウンスが。あのデスクの上に置くラックが欲しかったんですよね。多分ここら辺だと思うけど。どこだ。あった。ここら辺。食べてたよ、あった。確かに食べてよ、ね、こいつだ。おいくそー。え、それ1個だけ。うん、うん、これでしょ。おいくらなの。2999円。あ、なるほどなるほど、うん、展示品買うから、ね。すごい、人が少ないどころかほぼ無人に近いんだけど。あ、あったあった、滑り止め。滑り止め1個で足りるかな。掛け時計も今の壊れてるんでこれを機に買っちゃいます。これがかっこいいと思うけどな。いや俺はこれの方がかっこいいと思う。あのでかいので車があった方がいいのでこれを機に。なかなかこのでかいのを持って帰れないからな。え、これかっこいいと思うけどな。部屋に合うと思うし。デスクが37列で、棚が20だったら 棚先の方がいいか。じゃあこっち持つよ。うん、お願いします。じゃあまず20です。20列、20と35です。だからあ同じくらいか。あ、35の方が近いか。じゃあそっち先行くか。20は結構奥っていうか。なるほどね、両側になってるんだ。37の8。あ、多分これだね。37の8。色とか大事？ラウンカプテンのグレーターコイズ、これです。間違いないですか。140の60、多分これで OK だね。次が20。次20だね、はい、お、20
まんまえじゃん。棚は20の15です。あ、これかな。20の15、おそらくこれ。してみてよ。白だね。おそらくこれです。よいしょ。オッケー。サイズ的に合うね。サイズは合う。オッケー。うん、よし、とりあえずこれでオッケーかな。会計も空いてますね。じゃあセルフでいいですか。はい。ではカート2つで会計。あれですね、総額2万6000円ということです。おお、かなり今回いろいろ変えた。これってデスク周りがより便利になると思います。楽しみ。早く設置するのが楽しみです。さて、車に詰めるでしょうか。詰めなかったら俺走って帰るしかない。いや、もうガラガラ、ガラガラです。さて、じゃあ積み込み頑張ります。よし、大丈夫ですか。なるほど。それヘッドがぶつかってんじゃない、ダッシュボードに。もうちょっと後ろにしないといけないとか。それヘッドレストがぶつかってそうだね。あ、大丈夫か。なんか良さげな気がするけどな。うん、ただここ空間が空いてるから、おお、なるほど。うん、やっぱその天板を先に敷いた方がいいような。そうだね。で、天板とりあえず敷くか。天板ここから入れてみる。うん、ごめん。じゃあとりあえずどけて。その棚重いから気をつけて。ん、何、棚重い、重いぜこれ。あ、これよいしょ。上重いべ。あー、よいしょ。じゃあ天板先に、天板行きましょう。よし、この先に。よし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 。もしあっちか。あ、全然余裕じゃん。全然余裕。だから。待って、安定するとこ。全然余裕です。あ、でもちょっと待って、これどっちが、待って、はい、表裏。万が一。あ、こっち裏だね。オッケーオッケー。大丈夫？いや、万が一あの、へこんだやつとあれだから、裏を下にして。表はこれ段ボールで保護されてるから多分。もうちょっと奥行く？そうだね。ほら。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、待って。うん？母さんがさ、俺と銀使うんじゃないの？出た。肘掛け。ああ。ここの下にちょっとドリンクホルダーがあるのね。うん。ちょっと持ち上げてもらっていい？で、片手から。はい。はい。オッケーか。はい、オッケー。オッケーオッケー。で、これは動くんだよ。あー、ここに一回乗っけられるけど、一回持ってきてみる。大丈夫？よいし
幅一緒だよね。よいしょ。あ、いいんじゃないこれで。ここでいい？あ、完全にのけちゃう上に。あ、危ない？いや、どっちでもいいけど。どうだろう。これでいいか。前にスパーンっていかないよね。怖いよね。後ろに寄せてさ。ちょっとごめん、逆かな。逆？天板を乗せる？逆にこれの上に。あ、そうする？うん、よいしょ。はい。あ、そういうことか。うん、あ、よしよし。手が2本じゃ足りない。よし、一旦置いていいよ。よし、これで、ちょっと押し込まんね。よいしょ。映るか。なんでそっちの方が入ったの。よいしょ。あ、いけたいけた。よし、こんな感じかな。安定するんじゃないかな。確かに。で、こっちは重いからね。あなたのスーツケースをその上に乗せたの。あー、なるほど。こうね。おお。あと軽そうなやつは。なるほど。ちょうどあの紙袋で重いやつがあったと思うんだけど、それをここに載せてほしい。こっちのやつ。よいしょ。ここか。先生。はい。いやーすごい。このサイズの車でも入るもんだな。すごい。入ったべ。そうだね。よいしょ。時計も今回はちゃんと動くといいな。よいしょ。ソフトのやつよね。よし、そんな感じかな。もうなかなかこの車買ってから一番荷物乗ってる時じゃない？これ。そうですね。すげえ。わお。いや、乗ってよかった。一安心。これで走って帰んなくて良さそうです。オッケー。うわ、すごい。なんかちょっと車高低い。気のせい。引っ越しするのかっていう感じですけど。すげえ。確かに。意外と入るんだな、頑張れば。よし、ということで、私は後ろ。というか、この車の後部座席乗るの初めてかもしれない。7時だ。お、食べ物だけ買ってく。そうだね。近くのヨークで。そうですね。はい、じゃあ行きます。重いです。めちゃくちゃ空いてますね。誰もいない。当たり前ですが。なんか後部座席に乗るのがめちゃくちゃ新鮮だな。いつぶりなんだろう。ね。そうですね。本当に乗ったことないかもね、後部座席って。子供の頃はいっぱい乗ってたけど。助手席か運転席だもんな。夕飯調達はとりあえずイケアの隣のヨークタウンで。ここのヨークあんま行ったことないけど、どうでしょうか。品物あるかな。
3連休の前日だからみんな家でパーティーするために買い込んでるかもしれないけど。ちょっと今まだお腹が空いてないから。あ、なんかこんなところにマンション建ててんだ。ここ前何やったか分かんないけど、ねえ、こんな前何やったか、こんな高いのはなかったと思うんですけれども、てかちょっと見ないうちにこんな高いマンション、そんな短期間で建てられるもんなんだ。数ヶ月前までなかった気がするんですけどね。それとも足場だけとかなのかな。うわ、惣菜全然ないんだけど。マジか。あっちに少しあるか。よし、買い出し完了。乗る？ガス局前空いてるのなかなかないよ。これはいつもこっち向き込んでるのに。いや、着きました。10日ぶりくらいかな。今は飲まないから。よしよし、いや帰ってきた。うん、車で。あ、空気ひれないと。あ、全然ないね。よいしょ。いや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 、帰ってきました。あ、これ一応あの借りてたブルーシートです。じゃあどこ、とりあえず中置いとくか。まだ玄関くらいで。ちょっと待ってね、電気つけてくから。翔太さ、うん、軽いものはお父さん運ぶから、うん、ちょっとこう、ここ、うお、帰ってきた感が半端ない。うん、食べ物ちょっとだけ出しといて。はーい、換気しよう。めっちゃこもってる。うわ、すげえこれ。なんか歯医者の先生みたい、こいつも。よいしょ。これなんか月悪いんですよね最近、このレンジフード。よいしょ。これね、玄関のやつ直さないと。あ、はいはいはい。重いよ、そこの月間。気をつけて。とりあえず奥にイン。スーツケースとかかな。給水。お、よかった。水道管無事でした。よいしょ。では。うん。よいしょ。これできる？うん。ちょっと離すよ。はい。これ重くね。そうなんだよ、これ重いんだよ。ちょっと待って、一人じゃ無理だよ。よいしょよいしょよいしょ、待って、ここまで行くよ。よいしょ。あ、大丈夫だね。うん。おお、力持ちやな。じゃあお任せしてよ。よし、他のバッグ持ってくるわ。はい、よし、とりあえず搬入完了。いや、帰ってきた感ありますね。落ち着きます。やっぱ自宅が一番。
そういえばこれ、IKEA で買った、滑り止め。ここのラグに使おうと思ったんですよ。この台所に敷いてるラグが、これめっちゃ滑って危ないので、ほらほらほら。なので、ここに敷こうと思います。商品名が、ストップって、そのままですけれども。ストップ、P が2つあります。こんな感じで、カットして使えるみたいですね、自由に。こんな薄手なのに、もうすごい、絶対滑んない。いいですね。厚みがないからいいね。お、こんな感じで、一応、ラグの大きさにカットできました。この上に乗せれば結構いい感じになると思います。お、すげえ。お、想像より、全然、床にくっついてるんじゃないかっていうぐらい滑んなくなりました。おー、これ、よかった。しかもこれ500円。やば。忘れてた。新しく買ったスマホケースが届いたかもしれない。うわ、なんか、やば。いっぱい。チラシが溜まりすぎてて。よいしょ。血が多すぎて入りきらなかったんだな。そこに詰まってた。さあ、スマホケース新しく買ったやつ。今の基板できたからね。汚かったので、買いました。新しいクリアケース。開けよう。さて、どんな感じだろうか。どこ開けたらいいか。来ました。この人ちゃんと箱もつけてくれてますね。 iPhone 13 Pro のこれ Apple の純正ケースを買いました。これね、なんか極みにくいらしいんですよ。そしてやっぱ純正だからデザインもいいしっていう感じで買いました。おお。さあ、どんな感じ。やっぱパッケージもいいですね。うん、逆だった。おお、あ、めっちゃいい。やっぱ全然違うわ、質感。おお、さすが純正って感じ。すごい。なんかこの人もなんかすでに 1年ぐらい使ったみたいなんですけど、あ、ちなみにメルカリで買ったんですけど、この人も常に、すでに1年ぐらい使ったらしいんですけど、黄ばみゼロですね。で、こう変なドットみたいなのがあったりとかもしないし、透明感、今までで見たケースで一番透明度高いし、デザインもいいですね。作りもしっかりしてそうで。いい感じ。わ、すご。やっぱ純正いいですね。やっぱ純正にしかない魅力っていうのを感じます。ちなみに左側が今までのやつですけど、ほら、めちゃくちゃ黄ばんでて汚かったんですが、全然違いますね。お、さすが純正。めちゃくちゃいい。この肌触りがめちゃくちゃツルツルだし、あと大体のクリアケースってこのサイドの部分と背面の部分で素材が分かれてるんですけど、これ多分一つの素材でできるんで、こう、つるっと、なんか継ぎ目がない感じでめちゃくちゃ持ち心地も良くて、なんか特に手に刺さるようなところもないし、わぁ、めちゃくちゃいいな。すべすべ。いや、いいですね。来ました。うわ、めちゃくちゃうまそう。おぉ。朝日のザリッチ。贅沢醸造って書いてあるんですよ。はい、乾杯。あ、うまい。美味しいです。うん、ピリッとくるね。ザリッチ。確かにピリッとくる。うん。うまい。美味しい。うまいですね。最初は唐揚げです。うん、唐揚げとビール最高に合いますね。うん。さて、エビも来ました。韓国のジャンキーのお兄ちゃんみたいなね。あ、うまい。めちゃくちゃうまい。エビこれ揃いました。うまい。これやばいね。ザ・ビールのつまみって感じ。よし、2本目はこいつ。ゴールドスター。あ、うまい。あ、こっちの方があっさりだな。はい、ということで、ピザ食べます。マルゲリータ。おー、うまそう。うわー、うまそう。やば。
これやばいです、超うまそう。よっしゃ、あらららら、どうやって食べる？すごい匂いがしますね。めっちゃうまそうな匂いする。オノザさん見たら、また上がってるな、新しい。いや、あのホノルルマラソンが見たいと。あ、結局見てないもんね。見る？これからしか見てないもんだ、結局。1時間20分のやつかな。OK かな、ありがとう。めちゃくちゃうまそう。マルゲリータ、激うまです。ビールとめちゃう。じゃあ、黒ビール。ちょっと私も黒ビール。気をつけてね。おお。では。めっちゃうまいこれ。あ、確かに炭っぽいな。あ、うまっ。めちゃくちゃうまい。ああ、美味しい。黒ビール美味しいね。いい意味で渋みがあるというか、美味しい。